クワイエットドライブとは、アメリカ合衆国ミネソタ州出身の5人組、ポップパンクバンドである。日本で人気が高いバンドとして有名で、ファーストアルバム、When All That's Left Is You が、輸入版だけで3万枚を超えるセールスを記録した。ブランドン、ドルー、ジャスティンの3人が、MP3.com で、ボーカルのオーディションを行い、そこで採用されたケビントラッケン・ミラーをメンバーに、 加えることで、キートドライブが結成された。その後も、地道なライブ活動や、デモアルバムの発表を行い、確実に、知名度を上げていく。あとの2004年、メジャーレーベルのエピックレコーズと契約を結ぶことに、成功。2006年5月30日になると、ファーストアルバム、When All That's Left Is You をリリース。同アルバムには、シンディローパーの、 タイムアフタータイムのカバーなども収録されている。しかし2007年末、突如、エピックレコーズを離れ、インディーズレーベルのザミリ社グループへ移籍し、2008年10月14日に、セカンドアルバム、デリバランスオリリリース。同年11月6日には、日本国内版がリリースされている。なお、前作は、日本国内版が発売されておらず、 今作から事実上の日本公式デビューとなる。2009年1月には来日公演を行った。その後、2009年10月にはミニアルバム、Close Your Eyes もリリースしている。その直後にマットカービーがバンドから脱退することを表明。2010年夏、マットに続きドルーもバンドから脱退した。2010年12月14日には自身の名を冠した。 サードアルバム、キートドライブがリリースされた。日本国内版も同時期にリリースされている。2012年4月24日、フォースアルバム、アップアダウンをリリース。2012年10月10日、ジャスティンが正式にバンドから脱退した。ありがとうございます。